はい、じゃあお前のせい。息止めろ。めちゃめちゃサイコパスな顔のやつ出てきた。真夜中の人形使い。マヨちゃんと合流すればいいのね。了解。お、何？キャー！マヨちゃん？あの部屋なんかあった？今のはマヨの姫？それに銃声のような音も銃声だったんか今の。ジャパネット高田がたまに出てくるのはご心配なく俺の喉だから。銃声のような音も一体どうなってんだ。とにかくマヨを助けに行かねえと。早い早い早い。ズダダダダダって言った。カメラ置いてくスピードだったね。え、なんか落ちた音しない？マスパー、あ、過去に戻ったのね。オッケーオッケー。マスパーが落ちた時間軸ね。了解了解了解。どうしよう、マスパーが落ちちゃった。でもこの真下に落ちたのならあの部屋にいるはず。すぐに見つけてあげるからね、マスパー。そうだね、ここの部屋にいるはずだよね。オッケーオッケー。ちょっと一旦セーブしていい？はぁ、あ、はぁはぁ、あ、オッケーオッケー。まあ分かりやすくていいね。だからあんな分かりやすい効果音にしてたのかな。ピューンみたいな。これ横にいるはずだよね。今真左にいるはずだよね。あれ、マスパー、俺声聞こえてんじゃないの？おかしいなぁ、ここに落ちたと思ったのに。左に視点動かないようになってね。あそこで話してるしょ。俺ら今マスパーと未知のソータ、お父さん絶対聞こえるけどな。え、なんだ、なんもねえな。ハンマーで叩き合ってみるか。え、これ何？ただただ乱暴なマヨちゃんを見てるけど俺は。何これ、なんもないな多分。お、男だ。ロボット歩きしてたけど男がいる。そんな人来ないセーブしようか。男いるぞ今。あのハテナハテナハテナ男だったよな。ここか、ここじゃない、どこだ。あ、上の部屋行けるようになってるとかかな。あ、開いてる開いてる開いてる。あ、ドアが開いてる。めっちゃ俺と同じあんのお前ちゃん。ついにリンクし始めたな俺と。開いてるぞ開いてるぞ。ん、何これ、誰かいる。お父さんじゃないね多分。お父さんと話してたやつだよな男。こいつもなんか絶対鍵握ってるもんな。うん、驚いたな、どうやってここまで。あの勝手に入ってきてごめんなさい。私父を探していて、その、あ、こいつが所有者かなこの城の。あなたはこの屋敷の方ですか。ま、一応関係者かな。関係者なんだ。俺の名前は神倉。神倉？すげえな、すげえ感じ。君は未知のマヨさんだね。父親を探してここまで来るとは勇敢な子だ。どうして私の名前を。君の父親が上ごとのようにつぶやいているのを聞いたんだ。え、父に会ったんですか。ああ、君の父親は運悪くトラップにかかってしまったんだ。この屋敷には悪趣味なトラップがたくさんあるからね。え、こいつが仕掛けたんじゃないんだ神倉。そんな、父は無事なんですか。俺が保護して今は別室で休ませてある。命に別状はないから安心してくれ。お前どうやって来たん、向こうの部屋からこっちまで。じきに目を覚ますだろう。よかった、神倉さん、父を助けてくれてありがとうございます。いや、礼ならいい。どちらかというとこうなったのはこちらの責任によるところが多いからな。はい、じゃあお前のせい。もうお前に絶対ありがとう言わない。もうお前のせいね。え、絶対お前のせいだわ。もう松井まで呪ってやるわお前のせいならね。こんなめんどくさい目にあってんだから。てんてんてん、すげえ多いじゃん。あの神倉さん、私の顔に何かついてます。おー、すげえ少女漫画みたいな展開きた。そっくりだな神倉さん。やっぱり俺にはできない。未知のマヤさん、君を父親の元まで案内しよう。後のことは俺が何とかする。だからこの線気になる。
ここら辺だもんね、多分まやちゃんがキャーって言ったの。何の音？まずい、もう来たのか。何？何？何か来た？よく聞いてくれ。ここから二人の人間がここにやってくる。その間絶対に物音を立てないでくれ。二人？また新しい登場人物二人？でも出てきてないよね、多分まだ。呼吸も慎重に、気づかれる恐れがあるから。オッケー、千と千尋の神隠しの橋ね、橋。最後一気しちゃうけどあれだから、あれだと橋ね。オッケーオッケー、呼吸も慎重に。え、あの、し、奴らが来る、息止めろ。あーごめん、俺も息止めてたら読めねえわ。誰これ、悪い人じゃなさそうだけどね。神倉さん、守備はどうですか。え、何これ、守備わかんねえ、漢字の読みがわかんねえ。ああ良好だ。良好？何を言っているんですか。守備が良好じゃないことくらいこの辺を見ればわかります。どうして人形使いの娘がいないんです。人形使いの娘ってことはお母さんかな。というか父親の方を捕まえてどうするんです。父親は殺すように言われていたはずです。上がいるのか、もう一個。え、まやちゃん声出ちゃダメだよ。今何か言いました。すまん、どうもさっきからしゃっくりが止まらなくてね。すごいな。無理があるだろう。それよりも、シュンは一緒じゃないのか。これさ、なんか日記かなんかで、行方不明者みたいな、あったよね。あったあった。ってことは、これ、萌木シュンくんと、なんか、ミレイちゃんとかじゃなかった？全然違うっけ？萌木シュンくんは覚えてるわ。彼は今、単独行動中です。そうか、珍しいな。とにかく、早く娘を捕まえてください。あと、父親の処理も忘れずに。ああ、分かってる。謎多いな、まだ結構。まったく。この分じゃ本部への連絡は、連行は明日になりそうね。女の人か、これ。これがもう一人の行方不明者みたいなことかな。ふぅ、なんとかバレずに済んだみたいだ。だがあまり時間がないな。神倉さん、今何が起こったんですか。さっきの女の人、まるで私のことが見えてないみたいでした。その通りだよ。彼女には君の姿は見えなかったはずだ。え？なんで？え？俺は他人に幻覚を見せる能力を持っている。って言ったら君は信じてくれるか。絶対信じない、絶対信じない。だってそういうんじゃないもん。そ、ファンタジー系じゃなかったじゃないですか、私たち今までやってきたの。幻覚を見せる能力？そんなに驚かないでくれ。君の母親の能力に比べたら些細なものさ。母を知っているんですか。ああ、だが今はのんびりと思い出を話している場合じゃない。単刀直入に言おう、君たち親子は狙われている。正確には狙われているのは君一人で、父親はそれに巻き込まれた形だが。ああ、人形使いの娘ってじゃあもう舞ちゃんのことなんだ。私が狙われている？そんな、どうして。君が母親の能力を受け継いでいるかもしれないと連中が思っているからと。人形使い？マスパーって人形だよね。やっぱ能力受け継いでんじゃない、マヨちゃん。母親の能力？あの、神倉さん、言ってることがよくわからないんですけど、全然わかんない、俺もさっきから。そもそも私たちがここに来たのは偶然で。いや、君たちがここへ来たのは偶然じゃないんだ。ここに来るように仕組まれていたんだ。ほう？仕組まれていた？すまないが詳しく説明してる暇はない。全然暇ねえじゃんお前、多忙じゃん、多忙じゃん。俺とは違えな、俺暇だからな、ずっと父親の居場所を教えるから、すぐに二人でこの屋敷から脱出するんだ。君の父親は別館2フロア西側の隠し部屋に、あれ隠し部屋なんだ。廊下の突き当たりに隠し通があって、そこから向こう側に行けるはずだ。くれぐれもあいつらに境遇しないよう気をつけてくれ。あいつらってさっきの女の人以外にも誰かいるんですか。ああ、ミレンにはいつも一緒に行動するパートナーがいるんだ。それがシュン君だね、やっぱミレンだね。あれだ、やっぱ本に書いてあった行方不明者だね。これから二人の能力を説明するからよく聞いてくれ。え、これなんかそういうアクション
系な、見つかっちゃいけないスニーク系なミッション？見れ、さっきこの部屋に現れた女はサイコキネスだ。サイコキネス、もう世界観どんどんポケモンに近づいてってるな。サイコキネス、念能力で物を動かすことができるんだ。まあ軽いものに限られているけどな。彼女に遭遇したら飛んでくるものに気をつけた方がいい。すげえな、マジか。そしてもう一人の方なんだが、今の状況だとそっちの方が厄介かもしれない。奴は姿を消すことが、しまった、だからミレンとシュンは一緒じゃなかったのか。聞いちゃった。男の子だよね。どんな顔なんだろう。これがシュン君かな。左上、おお金髪、チャラいね。シュン、お前いつからここに。すげえ、めちゃめちゃサイコパスな顔のやつ出てきた。最初からだって、僕人形使いの娘を監視するように言いつけられてたんだもん。人形使いの娘がこの屋敷に足を踏み入れた時からずっと後をつけてたんだ。え、ずっと？ストーカー気質、サイコパスでストーカーとかキャラが立ちすぎてる。そんなの俺は聞いてないぞ。だってミレンが神倉には言うなって。おーいミレン、こっちに来て。やはりこうなりましたか。待ってくれミレン、話を聞いてくれ。未知の魔女には人形使いの能力はない。だからそっとしておいてくれないか。心配いりません。拷問にかけてでも能力を目覚めさせますから。やめろ、俺たちにそんなことをする権利はない。誘拐され無理やり能力を開発させられた私たちにこそその権利があるのでは。ああ、誘拐された後に能力が発現したんだ。発現して失踪したのかと思ったけど。何をバカなこと。というかそもそもの元凶はあなたにあるんですよ神倉さん。あの時あなたが人形使いを逃したりしなければこんなことにはならなかったはずです。何を驚いているんですか。こっちは全部知っているんですよ。過去にあなたがしたこと。あなた人形使いが好きだったんですよね。なのにどうして逃がしちゃったんです。逃がさなければずっと一緒にいられたのに。やばいな、こいつもサイコパス感すごいな。みんなサイコパスか。もうそんなこと言ったらこいつら。今回の任務、あの時の汚名返上のチャンスだったんですが、残念ながらあなたはそのチャンスを棒に振ってしまったみたいですね。さようなら神倉さん。え、新キャラ神倉、もうキャー、ここでキャーだったんだね。だいぶ間空いたね、キャーまで。ガチやん、めっちゃ笑顔だぞ。ドーン、神倉さん。さてと、それじゃ移動を開始しましょうか。シュン、人形使いの娘を連れてきて。了解。え、怖い、いや急に怖いんだけど。シリアスな展開、大丈夫だよ、手荒な真似はしないから。多分怖っ、こいつ超怖え。あ、ミスターマスパー。待て、ここから先は一歩も通さねえぞ。来たー、救世主と呼ぶにはあまりに弱気。でもさ、ここでミスターマスパー出てきちゃったらさ、人形使いだってこともバレちゃわない。マスパー。マヨ、怪我はないか。さっき銃声のような音がしたが。私は大丈夫、でも神倉さんが撃たれて。神倉、誰だよそいつは。ミレン、見てよ、これが例の生ける人形だよ。これが人形使いが最後に作ったという。素晴らしいわね、物を浮かせたり透明になったり幻覚を見せたり、そんなレベルじゃないわ。これはぜひとも物にしなくちゃ。どういうこと。この人たちにもマスパーのことが見えるの。っていうかさ、こいつら二人もさらに上がいるんだよね、多分誘拐されたってことは。なんかそんな気がするけど。その話は後だ、逃げるぞ。おっと、そうはいかないよ。ねえミレン、
このクマ邪魔だから壊しちゃってもいいよね。私がやるからいいわ。うわ、そっか、軽いものナイフも飛ばせんのか。やべやべやべ、避けて、避けようよ。ちょっとは、わあ、だいぶ2連撃3連撃渦巻きナルト連弾炸裂、渦巻き未練連弾、だいぶバラバラになっちゃったね。だいぶバラバラ。そんな嘘でしょ。マスパー、お、泣いてる。マヨちゃん、あんなの能力が目覚めればいくらでも作れるからね。僕らと一緒に行こう。いや、マスパー、シュン、何をしているの、早く行くわよ。待て、おお、お父さん登場。お父さん心細いな。お父さん、ああ、そういえばすっかり忘れてた。わざわざ来てくれてありがとう。始末しに行く手間が省けたわ。お前何人殺すんだ。お父さん逃げて。うわ、もうガチ実銃。お父さん、マジ、もう身の回りの人みんな死んでくんだけど。こいつ人殺しすぎて、シュン君も撃たない、もう血迷って。それはない。あ、膝ついてる。お父さん、いやー、このままじゃラチが開かないや。悪いけど少し眠ってもらうよ。お前首の後ろトンってやる。あ、絶対やったやん。首の後ろトンじゃん今の。漫画でよくある。忍者かお前は。じゃあ予定通りイカルギ村に行こうか。イカルギ村か。ねえシュン、本当に行くの。正直あまり気が進まないんだけど。一番それが手っ取り早いんだよ。今回の計画にはあの人の協力が必要不可欠なんだから。あの人って誰やねん。マジでやっぱ上の人いるよな。ボスがいるはずだよな、ボスが。はあ、分かったわ。あんな奴の顔なんて見たくないけど、今はそんなこと言ってる場合じゃないものね。あのお方のためだもの、わがままなんて言ってられないわ。でもさ、もしこの子に人形使いの能力がなかったら、その時はどうするつもり。能力のない小娘に用はないわ。見られたらまずいものを見られていることだし、処分することになるでしょうね。だよね。ま、能力があることを祈っておくことね。死にたくなければ。マジで一気にシリアスな展開だったの。今までマジのんきにさ、謎解きしかしてなかったのにね。ディナーの後でしてたのにね、マジで。あ、過去だ。お母さんかな、これ。お母さんの過去かな。うおさおしてる。ただいま。あ、二人の過去か。あ、おかえりなさい、ミキね。奥さんの名前、記憶はどうなったんだろうね。すげえ、めっちゃ無言、めっちゃ無言。え、これゲーム固まった？大丈夫？めちゃめちゃ無言なんだけど。え？これ無言な演出？あ、動けるだけだったわ。全然ゲーム固まってなかった、ごめん。動けるだけだった、ごめん。全然動けたわ。で、お母さんに話しかけようか。ご飯作ってみたんです。お口に合えばいいんですけど。あ、ご飯ね。食卓座ろうか。美味しそうな料理が2人分並べられている。なるほど、ここが2人暮らししてんのかな。もうそっちに用はないすごい残酷じゃん。そっちに用はない。棚には埃一つない。ミキさんが掃除してくれたのだろうか。さん付けなんかな、ずっと。ん？このノートは？あ、それは。え、あったよね、地下にこんな暗号。48な、え、何？記憶を取り戻す手がかりになるんじゃないかと思って、頭に浮かんだ言葉や映像を書き留めてみたんです。え、何？芸術家のセンスがあるんじゃない、ミキさん。すごいね。花瓶、毛が、目がすごい。目の圧がすごい。ドール？あー、人形って意味かな。なるほどね。いいアイデアだと思うよ。でもこの絵は。
君が悪いですよね、ソートさん。そのノートは見なかったことにしてください。正直に君は悪い。うん。君は悪かった。正直に。ドロドロしたウサギのぬいぐるみがある。明かりからもらった目覚まし時計がある。元カノか。明かり。後で謝らないとな。後で？え？あの、ん？私を助けたせいで、あかりさんと喧嘩してしまったんですよね。え、どうしてそれを？今日、あかりさんがここに来て、あの日のことを教えてくれたんです。直で！直！そうだったのか。あかり、他に何か言ってた？確か、あんたとはもう二度と会わない。道ですれ違っても話しかけてこないで。向こう10年は電話をかけてこないで。あと、いや、もういいよ。だいぶストレート。まあ、あの性格からして結構キビキビ動くタイプの人間だから、まあもうそこはきっぱり諦めたんかな。私、記憶を取り戻すのが怖くなってきちゃいました。私を見ているあの目は一体何なんでしょうか。あ、組織に捕まったとかなんかな。そうではない。クローゼットの中に洋服がしまってある。うん。なんかメダルない？え？あ、これ外出りゃいいのかな。ミキさん、このノート少し借りてもいいかな。はい、構いませんけど。ありがとう。ああ、外は出れなかったか。いやー、なんかマジでいろんな情報が急に交錯してきて、ちょっとこんがらがってます、私。こんがらがってます。でもね、面白いね、このストーリー。村田教授、質問したいことがあるのですが。大学生か、こいつ。おや、講義ではわからないところがありましたか。いえ、講義のことではないんです。このノート見ていただけますか。おや、これは左上の筋なんだ。村田教授ならこれが何かわかるのではないかと思ったんです。うん、この絵確かに見覚えがあります。本当ですか。ええ、これは勘…え、何これ。わからん。玉木目勘眼、わからんわ。ごめん、わからんかった。これ勘眼って読むわ。と言って、真理の目という宗教団体がシンボルマークとして使っているものですね。真理の目。真理の目は20世紀後半にできた新宗教の一つです。君は知らないかもしれませんが、昔超能力ブームというのがありましてね。スプーン曲げとかやってみたことはありませんか。一時はすごいブームだったんですよ。ともあれ、真理の目が誕生したきっかけにはそういった時代背景があったのです。つまり真理の目は超能力に関する宗教なんですか。その通りです。真理の目は超能力開発を通して世界をより良いものに変えることを目的とした宗教なのです。超能力開発ですか。随分と怪しげな宗教なんですね。これは説明受けですよね。それは偏見というものですよ。まあ、真理の目に関しては良くない噂も聞きますが。良くない噂とは？例えば、真理の目は全国から超能力の素質な子供さっていうとか、滑舌どうした村田さん。途中から眉唾物とか全然読めてなかったし、滑舌悪いなお前。ところで、このノートを書いたのはあなたのお知り合いの方ですか。はい、そうです。おい、カズト、この人。真理の目に所属していたってことかな。人少ね、この講義。おっと、もうこんな時間ですか。次の講義の準備をしなければ。村田教授、お忙しいところありがとうございました。また何か知りたいことがあったら、つけたら、はぁ、あ。滑舌やべえな、こいつ。絶対講義できねえよ。休みな、村田さん。もう限界だよ、お前。あれ？過去に戻ってきたね。あ、今度は、お父さん視点か。オッケーオッケー。とにかく急いで、マヨと一緒に脱出してくれ。この屋敷は危険なんだ。知ってるよ。屋敷のあちこちにトラップが仕掛けられてるんだろ。そういう意味で危険なんじゃない。もしかしたらこの屋敷は。
いや、今は説明してる暇はない。だから前と交流してくれ、言ってくれよってやつね。オッケーオッケー。で、向こう側に行ったと。こっから、さてと、この向こう側に行く方法を見つけないとな。からお父さん視点か。オッケー、じゃあちょっとここまでにしようかな。2パートに分けてると思う。多分ね、と思うんだけど、いやー、ちょっと今回は謎解きとかではなく、結構ストーリーメインだったね。いやー、結構ごちゃごちゃになってきちゃった。頭ん中ごちゃごちゃになってきちゃったから、まぁ、ちょっと編集しつつね、考えて、やっていこうかなと思う。いやー、でも結構深いストーリーありがちじゃないってわかんないけど、ありがちだよね。あんまりこの手のゲームやんないからわかんないけど、結構ね、最後の方も煮詰まってくるんじゃないかなと。結構煮詰まってきたかな、物語も。あとちょっとで、もう半分は過ぎてると思うから、あと半分くらいでね、終わると思うから、まあ、ぜひね、最後まで見ていってください。それではね、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ、またね。それではね、またね、バイバイ、またね。じゃあね、バイバイ、バイバイ、バイバイ。